どうもランスの勧誘です。ご視聴ありがとうございます。今回は軍用走破で手に入る宝箱の中身ですね、それの100個の統計を取ってみたので、そちらの方の発表をしていきたいなと思います。皆さん、軍用走破の宝箱の中身の印象ってどんな感じですかね。なんかこう兵書とか宝珠とかばかりでね、拳法とか全然当たらんような印象ないですかね。僕がこの統計を取る前はもうまさにそういった印象だったんですけども、まあこの順位を見ていただいたら、まあ印象がもしかしたら変わるかもしれないですね。と言うてもですね、100個ぐらいの統計を取ったぐらいではね、まああまり意味はないんじゃないかなとは思うんですけども、それでもこう100個統計を取ってみて、そこまでね、この各こう報酬に確率の差はなかった方じゃないかなと僕は個人的には思うんですけどもね。もし興味のある方はよかったら自分でも統計取ってみていただけたらなと思うんですけども、ちなみに100個の軍用走破の宝箱を取るまでにかかった日にちが49日かかっております。ということでね、だいたい平均1日2個ぐらいは取ってきているといった感じになってますね。いくらね、攻めが調子よくてこう何言うんですか、先方稼いだとしてもですね、攻められたら一緒なんで、まあ、ここの部分は運要素だと思うんですけども、多分ですね、誰がやっても平均1日2個ぐらいになるんじゃないかなと思いますけどもね。そしたら発表させていただきますが、最初に中身ですね。中身の種類ですけども、天武石、武尊石、2500の宝珠、で、星4武将、で、吉札3、で、250の昇魂、あと、兵書が15、あと、350の元宝、で、金が2万5000と、この9種類ですね、が出るようになってますけども、これはまあ、ランキング、僕今王者ランキングなんですけども、ここで、まあ、内容変わってくるとは思うんですけどもね、まあ、王者ランキングでの統計だと思っていただけたらなと思います。そしたら、第9位ですね。9位は、6%。ということで、まあ、100個中6個入ってたということなんですけども、兵書ですね。兵書の15が、第9位で 6% ということで、一番確率が低かったですね。この中で、いらんもんと言うたらですね、やっぱり2500の宝珠か、2万5000の金か、この15の兵書ですね。これが、まあ、外れに当たると思うんですけども、まあ、第9位ということでね、一番ぐらいいらんものが、まあ一番出にくかったということでね、なかなか良心的な感じだなとは思いましたけどもね。それ第8位がですね、7% ということで、まあ兵書とほとんど変わらないんですけども、これが2万5000の金ですね。これが第8位ということですね。で、第7位が、8% ということで、武尊石でした。武尊石はね、結構必要になってくる石なんで、まあ100個中8個言うたらね、あんまりこう軍用の宝箱で当てにはできないかなといった感じはしますけどもね。次が6位ですね。6位は 9% で250昇魂でしたね。昇魂はね、なんか人によったら結構余ってるみたいなんですけどもね、僕なんかは全然余ってない方ですけどもね、こう常に星6、星7を作っていってないと、結構この餌が足りなくなるような気がするんですけどもね、この余っている人というのはそこら辺どうしてるのかなと気になるんですけども、まあこの250昇魂というのが6位になってました。次5位ですね。5位は 10%、
ということで天部石でした。この天部石もね、まあ武尊石と同じくなかなかたまらないアイテム、誰もが足りないアイテムになってくるんですけども、まあ、100個中10個といった感じですね。これもあんまり軍用の宝箱では当てにならないかなといった感じがしましたけどもね。そしたら次第4位といきたいんですけども、同率なんで3位ですね。次3位が2つあります。これが何かと言いますと、吉札3と、350元宝、これが第3位で 13% ずつありましたね。これは結構高い数字と言いますか、まあただ運が良かっただけというのでなければいいんですけどもね。吉札さんの方はまあ大体吉札が1つ90元宝ぐらい換算で、計算できると思いますので270元宝ということですね。ということでまあ350元宝の方が当たり感はあるんですけども、吉札さんも結構嬉しいですよね。でこの9種類の報酬の中で一番嬉しいこの350元宝がね 13% 出てるというのはね結構意外でしたね。この東京取る前はこの元宝っていうのはほとんど当たらんもんという印象だったんですけども、いざ取ってみたら結構当たってましたね。さあ次第2位が 15% で、2500宝珠でしたね。僕的にはこの9種類の宝珠の中で一番いらんのがこの宝珠なんですけども、それがまあ 15% も出てるということでね、結構がっかり感はありますが、まあ350元宝この大当たりの部類とね 2% しか変わらないということですし、まあみんながみんな当たり言うわけにもいけませんのでね、まあこれは妥当な、まあ、確率なんじゃないかなと思います。そしてまあ栄えある第1位はまあ逆から考えていったら誰でもわかると思うんですけども、星4武将ですねが 19% ありましたね。なんでまあ5個に1個はもう星4が入ってるといった感じなんですけども、この星4武将もね、僕は必要なアイテムになってますんで、まあ餌確保ですね。常にこう宝珠じゃないわ、昇魂と餌を使ってですね、星6星7武将を作っていっているにもかかわらずですね、全然ストックが溜まっていってないような状況になってますんで、この星4武将もねそこまでむちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですけども、まあ、必要なアイテムということで、まあこれが当たってもがっかりはしなくていいんじゃないかなと思いますけどもね。これがまあ僕が100個群雄の箱を開けてきた結果になりました。どのような印象を受けましたかね。どうしてもこうハズレが続くとその印象が強くてですね、何かこうなんかろくなもんが入っていない宝箱だなみたいな印象になることが多いんじゃないかなと思いますけども、この群雄の宝箱ですね、これはなかなか良心的なまあ、箱なんじゃないかなと思いますけどもね。で、このハート1回買うに、まあ、元宝がいるんですけども、まあ、50元宝だとしますよね。もしこの50元宝で、ハートを増やして1回戦ったら、まあ、宝箱が1個増えるみたいな状況だったらですね、これは率先してハートを買って、まあ、戦う方がいいんじゃないかなと思いましたね。この期待値として350元宝が 13% ありますんでね、結構美味しいんじゃないかなと思いましたけども、まあただこの開催時間がね深夜の0時59分までということで、このギリギリのタイミングまでインできる人しかまあできない技になってくるんですけどもね。まあこの時間帯インしてるよという方はですね、順位見てみて、あ2枚取ったら、宝箱1個増えるなみたいな状況でしたらですね、元宝で買ってこう宝箱余分にもらう方がいいんじゃないかなと僕は思いますけどもね。といった感じです。どうでしたでしょうか。
まあ、軍輸送波ね、毎日6000、まあ、昔は10銭でしたけど、今6000いうことでね、めんどくさくはあるんですけども、練習にもなりますし、武将も減らないということですからね、皆さん頑張ってね、毎日6000消化していただけたらなと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。